シャツを着てもらいました。大好きなんて言ったからです。ありがとうございます。私で行こう。今ちょっとなんか録音のセッティングをしてますので、ちょっとお待ちください。今日はちょっとライブレコーディングをしようと思ってますので、ね、こんなマイクを。書いたアプリな。そうそう、その曲です。じゃあね、ロボットモノマネ、はい、じゃあお笑い編、じゃあ誰のモノマネか当ててください。よし、はい、誰のモノマネだ。お笑いのモノマネ、さあ、わかるか。君わからんはずやな。これ20年前くらいに流行ったぞ。コマネチ。はい、正解。じゃあ次、次は誰だ。大体同じような年の人。あ、もう正解。はいはいはい。じゃあ次はね、今年流行ったやつ、今年流行ったお笑いのなんか関係あるやつ。うん、まあまあ、でもお笑いやね、お笑い芸人やから。お笑い芸人、最後の方に来たら分かるかも分からない。これ、あ、暖かいんだから。じゃあ正解いきます。はい、よいしょ。特別なスープをあなたにあげる、あったかいんだから。はい、全部当たって違います。両方あげるボタンです。じゃあ赤下げて、赤下げては白上げとくボタンだ。赤下げて、ああ逆でしたね。こっちのボタンでした。赤下げて、で白下げて、 OK。 じゃあ白上げて、違います。あんな赤上げてって言うやん、次白上げてって言うからな。こっち押したら赤下がってくるやん。次分かんねん。赤上げてって言うと白上げてって言うから、両方上げるボタンやったらこっち上がるからね。こっち押すやろ、押ったらこっちが上がるからな。これ押したら両方上がるからな。で、赤上げて、白上げて、正解。じゃあ白下げて、白下げて、落ちた。お、正解。赤下げて、お、完璧なことないな、この歌。Thank you.
あげて、白あげて、こう黄色や白あげて、まずは両方あげるから、もう一回赤あげて、白あげて、赤下げて、パワー逆に難しい。